KEK つくばキャンパスでは放射光と B ファクトリー加速器が稼働しています。これらの加速器では電子や陽電子を利用していますが、放射光加速器と B ファクトリー加速器のすべての電子を供給しているのがこちらの電子源になります。上段に配置してある電子源は熱電子といって、加熱した金属からの電子放出を利用しています。この方法で大量に電子を生成することで、陽電子を生成するための一次電子としても利用しています。一方、下段にあるこの空洞がフォトカソード RF 電子銃といって、レーザー光を金属表面に当てることで放出される電子を利用しています。この放出された電子を高周波で一瞬で非高速まで加速することで高品質な電子ビームを得られ、これをスーパー KKB の電子蓄積リングのために設置しました。この2つの電子源からの電子をパルス電磁石で切り替えて供給しています。これは陽電子生成装置です。陽電子は自然界にはほとんど存在しませんが、人工的に作り出すことができます。私たちの線形加速器では、3ギガ電子ボルトまで加速した電子をタングステンという金属の標的に衝突させて、陽電子を水生成反応で生成します。この陽電子を4テスラという強いソレノイド磁場で束ね、陽電子ビームを作っています。ここは入射器の中ほどにある第二スイッチヤードと呼ばれる場所です。ここまでは電子と陽電子は同じビームパイプを通って加速されてきますが、陽電子は手前の電磁石で曲げられて奥のダンピングリングの方まで導かれます。ダンピングリングというのは粒子の集団の広がりを小さくするリング型加速器のことです。ダンピングリングの周長は 135m とスーパーケック B の周長 3km と比べると小型の加速器になります。このダンピングリングを通って集団の広がりが小さくなった陽電子はこちらの方から戻ってきて奥の電磁石で合流し加速を再開します。他の電子ビームたちは逆方向に緩くこちら側に曲げられてすぐに元の軌道に戻されます。ここは入射器最下流の第3スイッチヤードです。入射器では4つのリング型加速器にビームを供給しています。それぞれの用途に合わせて異なるビームエネルギー電荷量を持つビームはここで4本のビームパイプに分岐されます。パルスごとにビームを振り分けることで各リング型加速器への入射を止めることなく安定したビーム供給を実現しています。これは世界的にも特徴のある仕組みです。